アローラ地方3つ目の島へとやってきたミツナ。3つ目の島に到着して早々ハウとポケモンバトルをすることに。そんなバトルの中でハウの成長を垣間見たミツナはククイ博士と一杯お茶を飲んでからリーリエと図書館デートをすることに。そんなデートをする中でパプー、アセロラという恋のライバルが増えていく。そんな中ゴミの処理をするミツナであった。別に Z じゃなくても斜めでよかったよ。毎回同じ挨拶、同じ場所での始まりなので、そろそろね、いい加減飽きてきてるかもしれませんが、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。ポケットモンスターウルトラムーンの実況第15回目やっていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。すいませんね、適当な挨拶で。15回目になりました。ウルトラムーン実況やっていきます。おなしゃす。ということで、さて、ですね、前回早めに終わってしまってはいたんですが、あの後ですね、また新しい仲間を増やしたので見ていきましょう。まずはですね、エンニュート。こちらはですね、主ポケモンとしての扱いになっていました。とは言っても、エンニュートが主ポケモンになっていたのは、サンムーンでの話なので、正直ね、ガラガラが来ると思っていたんですが、主色40枚集めたら、博士がくれました。主ニュートということで、はい、くれました。あ、50枚か。40枚は鬼しずくもだったんで、40枚じゃなくて50枚でしたね。次、チラミーが野生で出てきました。捕まえました。名前はクリンです。で、こいつは光の石じゃないと進化できないので、手に入るかどうかわかりませんが、まあもしね、手に入るようであれば進化させたいと思います。次、カブトがついにカブトプスに進化できました。名前はグロブです。はい。次、ヤッシーですね。ユレートルに進化できました。そうですね、化石のポケモンたちがね、少しずつ進化し始めているので、これはね、いいかなという感じです。次、ブタクロンということで、ダストダスですね。ヤブクロンが野生で出てきていたので、捕まえてレベル36で進化させました。ブタクロンです。次、スナバーが野生で出てきましたので、こいつはですね、ハノハノリゾートで捕まえました。で、オスだったんで、バーじゃなくて G に変えてあげました。スナ G ですね。で、スナデスシロだっけ?なんだっけ?スナデスナかな?は、レベルがね、必要なので、もう少しレベル上げをして進化させたいと思います。そしてですね、相棒がもうレベル45までいっちゃってるんで、一旦ね、相棒はスタメンから外してですね、まあ一応、ルガルガンのオンバットのコモルのヌメイルのバルチャイのサナギラスということで、まだまだね、レベル上げが必要な。まあ、ルガルガンについては、こいつはもうスタメン確定なんで置いとくとして、他のね、レベル上げが必要な子たちについては一応スタメンに入れてという形で、ガン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 実況中もレベル上げをさせたいと思っております。というわけで今回はですね、博士と一緒にですね、バスでドライブしたいと思います。怪しい奴らがいるぞ。めっちゃ踊ってんな。混ざりてえな。混ぜてくれません?混ぜてよ、そのダンス。混ぜて。なんだよ、バス停持って帰るんだよ。どうやって持って帰るの?あ、バス停を横取りかよ。こいつ、ぶっ飛ばすぞ。カモン、カモン、ヘイヘイヘイ。さあ行きましょう。あのバス停のね、標識というか持って帰るかってね、あんなクソお前もどうやって持って帰るのか分かんないですけど。さあ、デルビル、懐かしいな。デルビルがなんかね、使われてるっていうのは久々に見た気がしますけど、ロケット弾とかって使ってたっけな。とりあえず眼球で行きましょう。おいしょー。はい、一撃。さらば。メトロおめでとう。怒りの前歯、そんなもん覚えるんだお前。じゃあいかねえ、帰っていかねえ。あ、でもそういえば俺、オンバーン怒りの前歯覚えさせてたな。それ覚えるか。負けた、すかさず相棒に戦ってもらうスカルダンだぜ。強い奴にも立ち向かう。軽い気持ちで立ち向かう。それ、大丈夫なんですか?さあ行きましょう。2戦目だね。もうなんかこのね、2連戦するぐらいだったら一気にね、2対1で畳みかけてくれてよかったんだけどな。まあいいや、そこはね、こいつらのね。おー、これバット。さあ、行きましょうか。連チャンすまんな、ラッペ君。ただね、戦いたくてうずうずしてるからね、ガンプーで。よいしょー。ひたすらこいつ言わないでくれるだけだぞ。はい、終了。まあ、バスって重いだろうな。バス停がなければバスの運転手だって仕事をサボれるんじゃねえの?
泊まる場所わからなくて困るよ、それ困っちゃうな。ああ、なんかしらけたわ、屋敷に帰るわ。プンププンププン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 。ミツナ、クークイ博士手伝ってくればよかったのに、めっちゃ強いのに。走っていくスカルダンとすれ違って、パワーがあるならリーグのチャレンジャーになってほしいな。いや、彼らも島巡りをしてるんですよ、シール集めて。これから教えるよ。ホクラにだけ山頂に行くならバスがおすすめだからね。スカイエッパーのような勢いで登っていけるぜ。ほう、まあ普通に俺ケンタロスで行ってもいいけどな。はい、バス停を調べる。バス停がある。ホクラに天文台までバスに乗りますか。まあ乗らないとね、話。おお、はいはい、なしバス。安全運転でぶっ飛ばしますよ。乗って乗って。なしってね。さあ、着きました。ホクラニ岳。めっちゃ手振ってんの。こっちだぜ。はーい。こんな夜の時に見えるかな。ホクラニ岳はアローラで2番目に高い山。では、一番高いのは。おー、夜綺麗だな。ご覧、ミツナ。なんだ、プロポーズもすんのか、博士。やめてよ。神々しさを感じる山があるだろう。おう。綺麗だね。アローラで一番高い、ラナキナマウンテンだぜ。おう。工事中だね。あ、終わり？月の化身とされるアローラの伝説ポケモンに一番近い聖地。ラナキラマウンテンのてっぺん。あそこにポケモンリーグを作る。ほう。ま、私チャンピオンですけどね。過去に島巡りをこなした者は、ラナキラマウンテンのてっぺんで、島キングたちと戦い、島巡りチャンピオンとなった。僕はアローラの昔からの風習を大事にしつつ、世界に通じるチャンピオンを生み出すため、あそこにポケモンリーグと、リーグを守る四天王を擁立するんだ。島巡りチャンピオンから世界のチャンピオンに、そしてチャンピオンを通じ世界のみんなにアローラのポケモンやトレーナーの魅力を知ってもらうんだ。おお、いい夢ですな。ま、あなたを倒すのは私ですけどね。おお、というわけでたどり着きました。早速ね、試練をこなしていきたいんですが、とりあえずさ、じゃあ早速ね、やっていきましょうか。ここですね。お、四天王じゃないですか。よ、相変わらず暑いね、ロイヤルマスク君。ミツナ、彼はマーレイン。天文台の所長にして、パソコンのボックス管理者だが、四天王の一人だ。キャプテンではないぜ。そう、四天王の一人だ。元キャプテンさ、ロイヤルマスク君。ミツナ君だね。わざわざ来てくれてありがとう。ただ、うちのキャプテン、マーマネは忙しくてね。水星の軌道計算とか、フェスサークルのアップデートとか。だが、ロイヤルマスクの紹介なら話は別だね。島巡りをしていた時の僕らより強いと思うぜ。ああ、まあ、ライバルか、ククイのね。ククイ、マーレインでやってたのかな。あと、僕はククイであって、ロイヤルマスクじゃない。ロイヤルマスクはククイだ。それよりも、頼んでいる件、きちんと考えといてくれよ。じゃあ僕はマリエ庭園に戻るよ。マラサダを食べ終えただろう、ハウを案内しないとね。ほう。置いてかれた。相変わらず面白い男だ、我が親友は。ミツナ君、出会いの記念にこれを。ありがとう、ハガネゼット。見ててごらん。お、お。はい。つい無言になっちゃいましたね。キレとパワフルさを兼ね備えた今のムーブが、ハガネのゼットパワーを引き出す。昔はククイとも冒険をし、ポケモンと共に強さを求め、島巡りで手に入れたゼットクリスタル。遠慮せずに使ってほしい。いいのかい、そんな思い出の品を。では、我らの天文台、自由に見学してくれるかな。試練に挑むのであれば、キャプテンマーマネが、所長室で待っているよ。じゃあまた、ね、ポケモンリーグでね。あ、いなくなった。じゃあ、お邪魔。さっさとね、じゃあ倒しちゃい、なんだ？おぉ、電磁虫がいっぱいいる。ホクラニ天文台がね、トゲデマルやデンジムシといったポケモンに助けてもらいながら天体を観測しているよ。ピッ
キュー。電磁虫たち、そろそろご飯の時間だね。こいつは何食うの？電気？ふーん、トゲデマルだ。天体望遠鏡ってのはすごいデジタルカメラなんだよ。見るというより撮影して宇宙の様子を調べるんだ。まあでも今デジカメより携帯の方がすごいとも言われてるからな、なんとも言えないよな。53枚目、やったぜ。天文台訪問記念にロマンを差し上げましょう。いや、あなたからもらっても嬉しくないな。なんだ、彗星のかけら。おお、リーレちゃんにあげよう。彗星が近づいた時、地表に落ちたかけらです。宇宙との触れ合い、あー、ロマンティック。おお、天体を観測するには赤外線や電波など様々な波長を使います。で、こっちにはシールとかないんかい。あった、やったぜ。54枚目、ツーツートンツーツートンツートンツートンツーツートンツートントントン。はい、コイルでもあんな声出すんだね。マーさんとマー君は朝までゲームしたりと仲良しでね。それでも仕事をこなす二人はすごいが、付き合うこっちは。あー、なるほどね。所長とね、副所長だけが気合入ってるみたいな。セキュリティによってドアは閉まっている。入れないか。お邪魔。お、来たね。目標、接近。おそらく試練が目的だと思われ。いや、そこのシールが欲しいんだが。電磁虫は？ご飯だって。ああ、ご飯だ。電磁虫たち食いしん坊なんだ。電磁虫に助けてもらってるから、ちょっと呼んできてほしいな。僕はその間に試練の準備をしなくちゃ。初めて試すことばかりで、トゲデマルも手も借りている。電磁虫たちを呼んできてくれると、僕とても助かるんだ。なんで？はい、シール55枚目、やったぜ。はーい。わかった、呼んでくれ、いいんでしょ？呼んでくれや、はいはい。やっぱ外か。いたいたいた、ちょっと。いや、電磁虫たちはご飯を食べてご機嫌ですね。いや、そんなんいいからさ、早く呼んでるよ。何？6匹もいんじゃん。1、2、3、4、5、6、まだ全部揃っていないね。何匹いんの？7匹ぐらい。ミツナ君、申し訳ないが3匹もいんの？電磁虫を探してくれるかな。まだバス停前の荒れ地でご飯を食べているよ。ほう、そこちょっと一緒に探してくれません？てか、モンスターボールにしまっとけばいいじゃない。3匹ちょうど、うまい具合に岩と草が3つずつあんな。これか。あ、これで戦うの？戦いはしない。はーい、あと2匹。この作業いる？これも試練のうちの一つですか？あ？何者かがご飯を食べたような跡がある。あれ、1匹いない。さすがにそんな簡単じゃねえか。いませんけど。いやあ、ミツナ君、電磁虫たちは見つかったかい？あとは電ナナですね。いつもおかしなところにいるんだよ。ああ、9匹の電磁虫はニックネームで呼んでいて、電1から電9と言うんだ。わかりやすくていいな。いたいたいた。いたぞ。あそこにいる。後ろ。志村後ろ。志村後ろ。はいはい。で、捕まえに行けと。こっちね。ちょ、バス邪魔。通れないんかい、ミツナちゃん、そこジャンプ。くそ。ぐるっと回ってかなきゃいけないのね。ちょっとどいて。はい、捕まえた。でんな、でんな。おー、でんなな。さすがミツナくん、助かりました。まあまあでもナッシーのように首を伸ばして待っているから、天文台に戻りましょうか。はーい。ミツナ、こんなに早く電磁虫を集めるとはできる。あっちが試練を行う部屋。あ、なんだ。そっちか。サンムーンの時の今の場所でやってたの。ほう。セキュリティ解除。怖いな。真っ暗だぞ。
あ、入ってった。なんだ、あいつらも試練受けんのか。おーおーおー、みんな入ってく。そんな大掛かりな試練、おーおー、お前もちょっと閉めないでいただけます？私も入りたいんだけど。ちょっと、あんまり変わり映えのしない部屋だな。おお、なんだなんだ、ダンレボだ、ダンレボ。電1、電2、電3たち。くるくる、ん？くるくるくんに乗っていてよ。うん。電気を分けてもらう準備はできたね、マー君。ん？なんだなんだ？テキュー？お、君もなんかやんのかい？トゲデマルとデンジムシたちは仲良し。トゲデマルの特性、飛来心は、デンジムシから溢れた電気を引き寄せて、漏電を防ぐんだ。ちなみに、トゲデマルのニックネームは、トゲマルだよ。別に聞いてないんだけど。ミツナ、マーマリの試練始める？いいよ。わあ、すごいやる気。では、試練の説明をするよ。お願いします。何、ダンレボすればいいのこれ。なんだなんだ？まず、クルクル君に乗っているデンジムシたちをつなげるのです。つなげる？デンジムシから分けてもらった電気でマシンを動かして、虫ポケモンを呼び出すからね。どう見てもクワガノンだけどな。電磁虫をつなげるために、くるくるくんの角についている4つのボタンを調べて、パネルを回転させるのです。実際に回転するとこんな感じだからね。ほう。おー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 、楽しそうだな。ほう。電磁虫をつなげるとき、向きは前後ろ関係ないよ。それで、これまでの説明をまとめます。電磁虫をつなげて、主ポケモンを呼び出し、見事打ち勝ってください。ちなみに、くるくるくん、こいこいちゃん2つのマシンを使うのは初めてだったりする。実験台に使わないでいただけます？それでは、マーマレの試練、始め、です。お、死ねって言われたぞ。です。さあ、始まりました。ダンスダンスレボリューション。なんだこれ？すげえ、並列回路じゃん。懐かしい。オウムの法則だ。まずはこうでしょ？で、おい、終了。あ、この並列回路は関係ないのね、特に。それでは、くるくるくんの電源ボタン、オン。ほう。おお、ケツから頭から電気、あ、やっぱ関係あるんだね。繋がった電磁虫の電気がケーブルを伝わり、直列回路だ。目が光った。クワガノーン。おーおー、ケツがバッテンだ。おーおーおー、こいこいちゃんにナイスな感じで電気が送り込まれています。よーし、呼ばれた主ポケモンが来るはずです。ピリッタ！来た？いきなり来ちゃうか？エレケット！でも捕まえらんないんだよね、これね。残念。とりあえずじゃあ、ラッテル、かましますか。まあ、ちょろいですね。エレキッドも電気が大好きなポケモンだからね。コイコイちゃんに誘われたんだね。目当てのポケモンは、ではないが、コイコイちゃんはバッチリ動くね。さあ、マー君、どうする？電磁虫をつなげるのが一列では電気が足りない。であるならば、もう一つの回路も使えばいいのです。ほう、並列回路を使うんだな。僕の考えが正しければ、さらに電気を送れます。ということで、ミツナ。マーマレの試練、継続です。はいはい。んで、あ、違う。こうで、よいしょ、間違えた。無駄に押してしまった。はい。簡単ですね。はい、二つ目やったよ。これでもいいんじゃねえか？他につなぎようないでしょ。お、クワガノンが光っております。おーおーおー、コイコイちゃんにグッドな感じで電気が送り込まれています。よーし、さっきよりもすごいパワーが出ている。おお、ビリッとかでバリバリさんになったぞ。今度はエレブーか？エレキッドの次だからな。当たった！いいなぁ、捕まえて。超捕まえたいんですけど。さあ行こうぜ。エレブーともなると、ガンプーじゃきついんじゃねえか？てくん、強いね。いいね。もうそろそろね、ちゃんと本気出してもらわないと困りますよ、もう。うむ、エレブーか。
くるくるくんは作動するほどに大きなポケモンを呼ぶようだね。まさかエレキブル来るか？すごいよマー君。だったら主ポケモンを呼ぶためもっと電気を送り込もうよ。たくさんの電磁虫をまっすぐつなげればつなげるほど電気パワーも長く送れる。ほう、ということはトゲでもあるか。ついにミツナ、僕は分かったよ。きっと君にも分かったと思う。ということでミツナ、マーマレの試練継続です。よく分かってないけど。おお、なんだなんだこれは。なんだん、ああそういうこと。ん、ああ分かった分かった、はいはい、こういうことね。あ、違う。これでも、あ、来た。いや、これわからんだろ。斜めかよ。すごい、ミツナ。電磁虫たち繋がったね。マーマネくんごめんね。さっき俺逆でやったんだけど、Z じゃなくて。これで大丈夫のはず。よし。それでは、くるくるくんの電源ボタン、オン。ノーヒントで今のやれってのはちょっときついんじゃないか、子供には。これ逆向きじゃダメなの？もういいね。ヘリクスはいいですね。僕逆にしたんですけど、Z じゃなくて。おーおーおお、あれ、大丈夫なのかな。ケーブルが不安定だけど。ああ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 、おい、こっち向いたぞ。あ、このままだと電磁虫電気浴びちゃう。トゲデマルーご飯。ピッコロさん、トゲデマル、みんなを助けてくれるの。しばらくこれ眺めてる。あうーってなってる。あうーって。すごい、ピッコロさん状態じゃん。やばいな。死んじゃうぞ。ドラゴンボールがなくなる。トゲデマルは特性飛来心で電気を自分に引き寄せる。だが、トゲデマルの電気袋に収まる電気量じゃない。じゃあ、なんか適当にそこら辺でトゲデマルいっぱい捕まえてきて、ひたすらこう投げ込む。5匹ぐらい一気に、うわーって投げ込めば、みんな飛来心で受け止めてくれんじゃないの。トゲデマル。なんとかしなくちゃ。ガシャーン。とりあえずトゲデマル捕まえてこようか。おお、でかいの。おお、あんたうちの子に何すんのよみたいな感じ。でけえのがいた。クワガノンが来ると思ったからびっくりしたわ。あ、収まった。助けてくれた。おお、めっちゃ怒ってんじゃん。ちょっとうちの子に何すんのよみたいな。いや、私じゃないんですけど。ちょっと始まっちまった。どうせ素早さがあかんだろこいつ。主のトゲデマル来た。溶けて回る。防御だった。さあ、頼むぜ、だって。防御が上がってるっちゅうことは、やばいな、こいつ、がっつり物理だからな。まあ、でもしょうがないか。まあ、とりあえずガンプーで S を下げましょう。ニードルガード。これ、ガンプーでもダメなのかな？あ、やっぱダメなんだ。そっかそっか。おお、エアームドだ。おーおお、すげえな。どうしようかな。雪崩にしよっか。全体に攻撃したい。ただ、鋼が出てきたのはちょっと怖いな。うわ、トゲデマル全然効かねえ。あ、そっか。こいつも鋼だっけ。おいー。そっか、忘れてた。うわ、ステロ巻かれた。めんどくせえな。こっちもステロ巻きたいんだけど。まあ、いいや、ちょっと雪崩で。とりあえずラッテすまんな。そうだ、トゲデマル鋼じゃん。とりあえずエアームドに退場していただかないことには始まらない。来たー、あいへー。どうするかな。んー、ガンプーでいいや。ガンプー勝ってーな、おい。
いやー、家庭はごめんな、洗って。ごめん。あおー、うわ、追い風使ってきやがった。お前、世界大会じゃねえんだからよ。どうすっかな。火の粉で太刀打ちできるか。どうするかな。できればね、全体に攻撃したいんだよな。いや、怒りの前はやるか。こういう時ね、役に立つからね。頼むぜ、メトロ。だいぶ入ったな。溶けてまでお盆の実持ってんだ。怒りの前歯でとりあえず HP 半分にしましょう。あいへん。うわ、でも結構入った。マジで？ちょっと待て。マジか。やばいぞ、これ。また負けるか、俺。とりあえず、あれだな。主を倒、あれでも、どうだ、主バトルの時もさ、呼び出しって一回だけなのかな。ちょっとそれにかけてみよっか。そうすれば、いい。さすがにね、レイナ姉さんは、イチャモン。さすがにね、硬いので。いい。とりあえず、こいつは死んでもらって、これでも呼び出しは来ないだろ。で、あとはレイナ姉さんが、どうするかな、ドラゴンクローやる？あれ、鋼に効くっけ、ドラゴンって。あー、やばい。すまん。痛い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 。くそ。もう一丁。あー、そうか、いっちゃうもんか。めんどくせえな。じゃあ、火の粉で燃やすか。よいしょ。まあ、お盆はいいでしょう。まあ、とりあえず、耐えてもらって、やけども狙いつつ、火の粉でガン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 。ああ、もうめんどくせえな。めんどくせえ、マジで。ああ、めんどくせえ。学習能力がない。うわ、めんどくせえな。で、噛み砕く。よいしょ。うい。うわ、全然効かねえな。ひたすらあれだな、アイヘと、うわ、呼ぶんかい、やっぱり。やっぱダメだ、呼ぶんだ。もう、うわ、出てんねだ。出てんねが出てきた。じゃあ、溶けてまる。ニードルガードでしょ、どうせ。甘える。うーわー。って言っても、攻撃技はないから、いいや。とりあえず、特殊で攻めましょう。やけど。くそ。ありがとう、レイナ姉さん。こんなにレベル上げても叶わないんですね。岩地面か。まあ、しょうがないな。とりあえず、竜の息吹。で、トゲレマルをなんとか抑えないといけないから、まあ、甘えるはもうどうでもいいわ。竜の息吹。大変。アイヘも結構入るな。とりあえず、トゲで死んでもらおう。あれ？ポケモンってこんなに難しいゲームだっけ？はい、オッケー。なんか、ことごとく主ポケモンに勝てていないんですけど。まあ、対策してないからね。地面タイプも何も持ってきてないんで。じゃあ、あとはゆっくり倒しましょうか。のしかかりで、デデンネには潰れてもらいましょう。まあ、怒りの前歯だけじゃ勝てんよ、君。はい、のしかかり。ドン。硬いな、おい。じゃあ、竜の息吹。放電。効かんがな。あ、え？あ、そっか、フェアリーがこいつ。うわ、めんどくせえな、おい。もう、下手くそすぎる。もう。ダクリュー。あれ、やはり2年間のブランカーでかいか、ポケモンが下手になっている。そっか、デデーネってフェアリーか。ひたすら怒りの前歯をやってやりますが、そんなんじゃ死なないぜ。これで落とせるかな。オッケー。やばい、前回に引き続き苦労している。おかしいな、大試練よりさ、普通の試練の方が難しいんだけど。どういうこと。やったぜ。かわいいね、ヌメイル。いや、難しいね、ポケモンって。やっぱり、子供がやるゲームじゃないですね、これはもう。ミツナ、ありがとう。いいえ。
トゲレ丸たち虫ポケモンに救われた。虫ポケモンってすごいんだね。あれはね、ずるいですよ。そんな虫ポケモンに強さを示したミツナはすごいポケモントレーナーだよ。ほう。それにしても虫ポケモンがまとうオーラとは一体、あれはズルですよ、ズル。チート技ですよ、チート技。虫ポケモンを呼ぶマシンはもっと改良しないと。トゲ丸も電一たちも大切な仲間だから。そうだね。そうだね、マー君。気になる点を見つけて少しでも良くしていく。科学の発展もポケモン勝負もそうだよね。くそ、レベル上げのご両親じゃいけないんだな。さすがウルトラムーン。ミツナ、見事主ポケモンを打ち負かした君に電気 Z をあげるよ。ありがとう。電気 Z ゲットだぜ。しかし電気タイプはおりません。いやー、試練難しいね。これチャンピオンなれねえんじゃねえかな。大丈夫かな。マー君、ほら、Z ポーズを教えてあげないと。見てて。知ってるよ。よいしょー。試練達成、おめでとう。あんたが言うんかい。マーマネもキャプテン、お疲れ。僕もドキドキ。ああ、いいとこだけど、マーマネをキャプテンに選んでよかった。いいとこだけどか。本来であれば、島キングがキャプテンを任命する。だが、裏裏島は事情がやや特殊でね。なんとかかんとかキャプテンしてる。ミツナはすごかった。では、バトルエージェントに招待するかい？マーさんすごい。なんてマーベラスなアイディア。なんだ？別サークルのユニークな施設、バトルエージェントに行くよ。ちょっとポケ戦で休みたいんだけど。ミツナどうだった？バトルエージェント。いいでしょう。まあいいんじゃない？カットしててほとんど見てないけど。さてミツナ君、お使いを頼まれて、いやだから先に俺ポケ戦に行きたいの。ちょっと。行くの忘れ物？おお、博士の覆面だ。じゃあこれバーネット博士にあげよう。福井くん、マリエ庭園に戻ると言っていたよね。お手伝いをかけるがよろしく。はーい、今度は勝負。くそー、前回のね、マオちゃんの試練といいかなり下手くそですね。まあ普通に考えてさ、ダグトリオとか連れてくればいいんだよね、こんなのね。あー、てかあれだ、ヌシール、ヌシールないのかい。ヌシールは、シールをくれ、シール。くそー。もっとなんかドバーンと10枚くらいくれればいいんだけどな。さて、回復も済んだんで、ここいらで終わりにしたいと思います。始まりも終わりも、ここポケモンセンターで終わりにしたいと思います。またね、ポケモンたちを死なせてしまいました。すいません。まあ、全滅しなかっただけいいですかね。本当にね、下手になってますね。ポケモンってこんなに難しいゲームだったんだなと。これはさらにレベル上げが必要か、これ。このね、40ね、ちょいにしても全然ね、勝てなかったんで、やっぱね、オーラがずるいね。あれはずるいっすね。まあ、しょうがないね。さすがウルトラということで、なかなかね、難しいですね。まあ、頑張ってね、攻略していきましょう、今後もね。Twitter とブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではですね、次回また博士のところに向かいたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた、次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。